皆さんこんにちは、寺島拓馬です。お二方も今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうしましたか寺島さん、ちょっと普段の感じとちょっと違うんですけども、ね、そうですか、ちょっと私も緊張してまして。あ、そうだったんですね。でもやっぱこの3人といえば、はい、やっぱ我々3人共通するのはですね、我々が出演する10月から始まるテレビアニメ機関車の魔法は特別ですにちなんだ企画を今日はお届けしようと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。劇中で我々が演じるキャラクターが使う能力、はい、何かわかりますか。どういうそれは。いや、やっぱり、まあ、タイトルにも、ね、入ってますもんね。さすが察しがいい。機関車のメディック。メディックです。メディック。メディック。ノーマジック。マジック。そうマジック。マジック。その通りです。魔法です。魔法です。魔法。そうなんです。今回の企画はその魔法マジックを披露する企画になります。なんと寺島さんがですか。いえ、あれ、え、鈴代がですか。私ですか。あ、私ですか。やる気。いや顔はやる気だったけど。顔は結構やる気だから使えないですよね。使いたいよね。使いたいです。使ってみたいよね。使ってみたい。そうね、そう。ということで実はこの度ですね、はい、とある一流のマジシャン、お、超魔術師の方に機関車の魔法は特別ですの応援アンバサダーに就任していただくことが決まりました。うわ、すごい。え、どういうことですか。その方になんと今日は一流の魔法をたっぷり披露していただきます。すごい、本当に超一流なんで、はい、その方に早速ご登場いただきましょう、はい、この方です。来てます。ミスターマリックさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやアンバサダーに指名していただきました。ありがとうございます。光栄でございます。いや、こちらこそお受けいただいて本当にありがとうございます。ちっちゃい頃から魔法使いになりたくて始めたんですからね。すごい、今でもこんなに現役で魔法使いやってらっしゃるんで、そうです、ね、お会いできて光栄です。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いいたします。私が演じるデジールは作中で使う能力って何ですか。デジールは魔法の逆算。そうなんです。魔法を使う方をお呼びして、はい、なんと魔法の逆算を取り上げようということで、魔法パターン分析完了。全てのドラゴンズスペルを封印しました。魔法を解析して無効化することがデジールの強みなんですけれども、そんな能力にちなんで、はい、今回はマリックさんに披露していただく魔法を逆算解析しようという企画になっております。絶対できない。見破るってことですか。そういうことなんです、まあ、僕もこの企画聞いた時に、はい、いいのってまず思いましたけど、いやっていいのだしやれるのとも思いましたし、確かにそうですよ。いや、魔法でもねランクありますから。あ、ランクある、ね、優しいのから皆さんに挑戦していただいて、ランク上げてっていただいて、ギリいけるか、ギリいけるやつ平民からなっていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。我々、ね、魔法界ではまだ平民以下かもしれないんですけれども、それにも慣れてないみたいな、ね、そういったところから対応してくださるということで、はい、いや、お優しい。ありがとうございます。ございます。で、ここからはですね、マリックさんに3本の魔法を披露していただくんですけれども、はい、おー、そんなにいいんですか、ね、我々でもやっぱり見抜けるものですかね。まあ、トリックっていうのはね、目に見えてませんけども、はい、3人で考えればなんか文字の知恵とか言いません、ね、よれば文字の知恵とか、3人でちょっと知恵出し合って、はい、解いていただければクラス上がって最後にはアルファまでいける。いや、アルファだ。アルファクラス。私たちでもまだ今入学したばっかでベータが何かも分かんないけれども、ちょっとね、あれですけれども、頑張ってアルファ目指そうね、はい、やりましょう、はい、それではマリックさん、はい、早速披露していただきたいんですけれども、まず最初は人類が最初にやった魔法。人類がやっぱりね、人間っていうのは
生まれ変わりたいっていう願望からマジックが作られました、ね、復活といって、ね、一旦壊れたものを元に戻したり切ったものを元に戻すっていうそんなマジックを最初にやったんですよ。なんとですね紀元前2000年前に、ね、王様の前でガチョウの首を切って元に戻したっていうのは最古の記録で残ってる。そんな頃からもう人間はね魔法に憧れてやってたんですよ。すごい。そこで第1問最初のは復活を見せしますね。じゃあちょっと持ってきてください。これが今日はねガチョウはいませんけども、はい、この一本の鮮やかな糸、はい、蛍光色のね、お爪が綺麗ですね。そこから始まってるかもしれないもんね。そこから始まってるかもしれない。切ったものってのは絶対元に戻らないですよね。正しいことに戻らないですね。ではこのまま切っても元に戻りませんが、はいはい、ある次元の違う空間の中に入れると元に戻すことができるんです、ストローの中にちょっと覗いても何もないですね。プラムカラーですね。はい、何もないです。この中に糸をゆっくり入れてきます。何本でも、まあ、はい、入れましたね。見てください。当然通ってることはよくわかりますね、はいはい、大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です。これ引けばこちらが動いて。そうですよね。当然ですよね。ちょうど同じぐらいにしておきます。はい、ストローの真ん中を半分に折り曲げるんです。はい、これでストローごとハサミで切ったら糸もストローも切れますよね。そうですね。もちろんしっかりした糸ですから。大丈夫。まだしっかりした糸。大丈夫ですね。引っ張っても。はい、取れるってことはないです、はい、さあ切るところをよく見ててくださいね、はい、まずハサミをストローの中に入れます。この入れましたね。入れましょう。糸と一緒に大丈夫ですか？切りますよ、はい、切りますよ、はいはい、お願いします。きっと完全に切りましたね。これはちょっと戻らないですね。切れましたね。ボンボンちゃんと分かれてますから ねこっから魔法を使うんです、はい、ここからね。切るまでは誰でもできるんですよ、はいはい、そうですよね。これを元に戻すのに魔法がいるんです、はいはい、では行きますよ。ここから戻ってきますからね。え、あ、これを来てるって言うんですよ。来てます来てます。来てますよ。来てますよ。マリックさんの来てます。今集中しすぎて。行きますよ、はい、これ引っ張れば切れてればほらほら、よく考えてこんなことありえないですよね。ハサミで切りましたもんね、はい、そうですよね。これ切ってるから本当に戻ったんですか。もちろんストローは切れてます。なんでなんで。さあ皆さんこの魔法解けますか。え、解けない。いやいやいや。さあ逆算開始してください、はい、どうぞ。もちろんですけど種があるっていうことなんですよね。そうです、やり方をちゃんと見つけてくださいね、皆さんもできるんです。あれ何でも、うん、なんか最初に糸を入れて、はい、曲げて、うん、切ったじゃないですか、うん、切れた後、はい、なんかマリックさんずっとここ持ってた気がして、はい、なんかもうここからこうなんかずっと持ってて、はい、確かにでなんかちょっとずっとなんかここを持って出たイメージがあって、うん、でなんか最初もキュッ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 ってやって最後にズバーみたいな、うん、そういう演出なのかなって思ったんですけど、うん、そこに種がある可能性でもなんかここをずっとこう離さなかった、うん、だって別にここ離してもいいじゃないですか、うん、そうだね、うん、ちゃんと切れてるところを我々は見ていないってことだよね、はい、明確には。あ、確かに分別してるのをね。そう、切ったけど切ってないみたいな種があるんだってことが。でも切れてる切れてないだったらよかったんですけど、切れてるんだよね。切れてるんですよ。そう、糸だけじゃなくストローだけ切れてる。あれあれあれ、お、あれなんか今変じゃなかった。あ、てかこの切れ方は、おやおや、あれあマリックさん、これはあれ、おやおや、これ考えてください。あれあれあれ、だってこう立ってたストローをバツンって切ったらここだけしか切れてないはずですよね、うん、この縦の裂け目みたいな。でもなんかこの時にこの横にちょっと線が入るので、ここを切ったらここが割れるようになんか切る力技みたいな感じ。でもそれをやったら超早技だけどねあ、それをやったら多
分ここに糸が来る、うん、その下に抜けるってことだよね。割れ目のところに糸がちょっと逃げてくれるんで、そこをこう見せないように隠しながらこうやってやったら、なるほどね、とか、藤原分かってる。だいぶ上見てたけど。先にもう準備、だって後から来たんだよ。確かに最初から置いてあったらさ、転がった時にあれってなるんじゃん。そっか、最初から置いてなかったか。そうか、じゃあ先に、実はこれもう最初から切れてた。何中目でもありきたやったなみたいな。さてはやったなみたいな。いや、それはやるだろうって感じなんですけど。でもそういうことじゃない。でも確かにそうですね、切れ目があってパコってなってここに紐が来て、あ、それを避けて、あ、そういうことか。なるほど。じゃあまとめていただきましょうか。わかりました。はい、わかりました、はい、魔法パターン分析完了。この魔法の正体は、はい、このストロー、はい、先ほどマリックさんは折った上で切られていました、はい、実はここにもう最初から切れ目が入っていて、はい、曲げた時に紐をちょっと引っ張って、うん、こんなに来るように、その間でハサミを入れた、これが正解だと思います。いかがでしょう。お見事です。よく見てた。ね、すごい。三代さんがよく見てた。いや、すごいですね。今でも答え方が完璧だった。完璧でしたね。ちょっと嬉しい。はい、ちょっと作りましょうね。ちょっとこれ見てる方のために。赤石ってやつですか。すごい。工作の時間ですよ。工作の時間。おー、すごい。ちょっと色変えましょうね。ロマンティカカラーです。はい、本当。二人の色使ってね。だ、皆さんもこの魔法をやりたい方はストローと糸を用意する。はい。ね、糸はストローよりも長めに。たものを用意します、はい、引っ張ったりできるように。普通の糸です ね、はい、先ほどおっしゃった通りストローの真ん中にハサミかカッターを使って切れ目を入れます、はい、入れればこういうふうに縦にちょっと幅広く、パッと見全然分かんなかった。もう入ってたんですね。分かんなかったですね。今全然気づかなかった。私もストライプのストローとかだったらもうより分かんない。もう分かんないですよね。で、糸を入れます。入れます。通りましたね。あ、通りましたね。で、ここからですね。この真ん中のこの切れ目のところで半分に折ります。ああ、そこもちょっとわからないように折るんです。折りますね。はい、パッと見全然わかんないですね。わかんないですね。わかんない。このまま切ると糸もストローも切れてしまいますね。はい、ちょっと持ってください。はい、覚えてます？こうやって持って、持って糸2本束ねて下に引く。ちゃんと持ってないけど、ね、ここちゃんと持ってて、あ、ここ、あ、その音は、その音がしたら魔法完了ですよ。おー、これバレないようにやるんです ね、はい、こういう状態になってるんですね。なるほど、 A みたいになってる、はいはい、あとは気をつけて糸切らないようにハサミでストローだけを切るんですよ。おー、これ誰が見てもほら見てください、糸もストローも一緒、お、一緒に見える、見えますね。で、切ります。それ無理だよ、糸切れちゃうよ。あ、切りました。ここ、こういうこと、はい、ここがずらしてこう見せる。ここを見せちゃうと見えちゃいますから。あ、そこを見せないようにする。ここ見せないように、この切れ目も見えないように。そうか、こうやって離してみたらもう誰が見ても切ったしか見えませんよね。なるほど。種も大事ですけど見せ方なんですね。見せ方、うわ、本当に。さあ、ここからこの口元がきちっとこう、うまく合わせて、やっぱりだから、ね、ここが見えない、もうこつ入りますね。うわー、面白い。で、これをまま引けば元に、元通り。うわー、しかし見事でしたね。これはでも練習したくなるやつですね。確かに、確かに。ストローがあればできますから、ね、じゃあ1問目、お見事でございました。はい、やった、ありがとうございました。二度とあの悲劇を起こさせはしない。まさか魔法の逆算。二度とあの剣は使いません。デジール・アルマンには手を出すな。機関車の魔法は特別です。2023年10月より放送開始。機関車の魔法は特別です。来てます。